はい、カッキー熊さん、ビッグモーターコンビとしてお疲れ様でございました。ここから話を聞きます。どういうことですか。いい意味で。いい意味ではないよ。ないですか今。いい意味でなわけないでしょ。肝試しをしてます。ビッグモーターコンビじゃないですよ。本当に。もう一回セルフがいる。上位注意みたいな感じでもう一回言いたい人がいる。もう一回言いたい人もおかしいし、セルフの肝試しもおかしいし。終わった終わった、夏が済んだ。というわけで木曜日の担当は清水美智子とナイツのお二人です。はい、よろしくお願いいたします。この間ここに園芸王子さんが来てくださって、はいはい、あれから私がだんだん、うん、草花が好きになってきて、はいはい、それこそ花尾さんの義理のお父さんじゃないですけど、はいはい、なんかちょっとした草花が可愛いなと思うようになって、うちでも育てたりしてるんだけど、特におっしゃってた、アロマティカスっていうのが、ゴキブリよけに。言ってましたね。虫よけになるっていう。そうそう、来週持ってくるけど、なんか本当にいなくなってさ。本当ですか？うん。でも2ヶ月ぐらいしたら、匂いが消えてきたの。ああ。この間、ゴキブリ見かけたから、1匹。あら。でもそれも弱ってたから、なんかあるんだな、この匂い、いい匂いなの、人間には。でもずっと続くわけじゃなくて、やっぱちょっとまた育てて増やさないのかもわかんないね。うん。ミントみたいな感じなんですね。ミントよりも、いや、もっと華やかな感じかな。すっきりっていうよりは。そうなんだ。うん。匂いでゴキブリが、うん、ああダメだってなっちゃうってこと、ね、そう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 、 あ、 あるんですね。そういうこんな臭いものあるかっていう感じなんだね、植物だね、うん、なんかそう、果あの植物いっぱい育てたその分虫もいっぱい湧いてきそうなもんですけど、そう、 そう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 、うん、やっぱ無農薬野菜が難しいっていうように、虫ってすぐどっから来たの前はってぐらいに、そうそう、ね、うん、すぐつくから ね、 ね、でその話をあるタレントさんにしたら、はい、最近ネズミが出て困るって言ってた。あ、ネズミもあるんだ。聞かない？なんか都内にさ、結構増えてきた。最近増えてきた。うん。うちの田中さんも外で見たって言ってたよ。あら、本当ですか？うんうん。すごい怖いんだけど。いやですね。ネズミなんか繁華街とかだとよくね、とか古い建物とかね、うんうん、引っ越しとかやっぱすると、はい、そこからやってくるっていうよね、ネズミたちも引っ越しするって、うん、そうなんすか、すごいブルーな感じだよね、大規模でね、ちょっとこう街で工事とかがあると、うんうん、それで追い出されてなんか出てきたりとか ね、そういうのもあるのかもしれないですけど、そっかそっか、いやだね、なんか駆除もすごい心が痛いっていうかさ、うん、ねえ、うん、なんか、まあ、東洋館はそのネズミ悩んでて猫飼い始めて、ね、ネズミ対策で猫を飼い始めたらいなくなったっていう噂はあるんですけど、本当なのかな、猫ってそのね、ネズミ避けになるんですかね、なるっていうし、うん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 、やっぱりネズミも、まあ、実際そうだよね、確か、うん、やっぱ嫌なの、猫を飼ってる家はちょっと、うんうん、別に食べるわけじゃなくてなんかおもちゃにするんだよね、だから悲惨な亡くなり方しちゃうからかわいそうなんだけど、あ、うん、そう、まあ、ネズミ取っちゃたまったもんじゃないですもんね、そうだよね、すごい効果ですね、でもその草ね、ゴキブリの草、その何でしょう、アロマティカス、うん、なんか今売れてるみたいだから、その噂で、あ、やっぱそうなんですね、うん、やっぱシュッてやるよりは、うんうんうん、花をちょっといい匂いで置いといた方がね、花というか草花、うん、そうですね、うん、なんかね全然いいもんね、嫌ですよね、なんか攻撃してるって感じしないですもんね、うん、あ、そう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 、うん、勝手にね、静雄さん寝違えちゃって、あら、この前、うん、初めてというか、寝違えは、まあ、僕が一緒に住んで初めてですけど、うん、湿布、うん、を貼った方がいいんじゃないかって言って、うん、なんか初めて湿布貼ったっぽいくて、そんな人間っているの、はい、それで何これやだやだって言ってて、うん、それで奥さんが、うん、いやもうここ貼った方がいいよ、痛いんだったらつって、うん、やってあげるからつって、うん、ペタって言った瞬間、冷たい。冷たい。じゃないですか。スーッと。痛いっつって、なんか冷たいのが痛いと思っちゃったんです。刺激でね。わかんなくなったのが。そこまで冷たくもないしね。痛い。氷とかやってたら痛いぐらいわかるけど。親切にしたのに、そんな、加害者扱い。気持ちよかったみたいで。あ、よかったね。今日もなんか、もう、ってたヨレヨレになった湿布、うん。これもう、まだ半分ぐらい丸まった湿布。変えてやんなさいよ。言いながら、なんか、義理の息子が変えてあげてくださいよ。そうですね、やっぱ寝違い辛かったみたいですね。湿布初体験なんだ。うん。やっぱ、田舎のばあちゃんなんかに会うと湿布の匂いするもんね。しますね。やっぱ覚えたらやっぱ湿布は絶対ね、うん、高齢者の方は欠かせないそうですね。うん、うん。
これ何なんですか、宮市亮さんのインタビューでっていう。あ、なんかサッカー雑誌のインタビューで、宮市亮さんっていう方が、フランス語が全く分からず、あっちに行った時に困ってたところ、ネットで見つけたフランス語講座で勉強してたけど、清水美智子さんに詐欺をされましたって、私のネタを間違えてご覧になったらしくて。フランス語講座の全然覚えてなかった。そういうことですか。だからちょっとほっこりニュースみたいな感じでヤフーに載ってました。フランス語講座だと思って。じゃあもう、正しいフランス語なんか出てこないわけですよね、要はね。そう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 。雨が降りそうです。持ってけ、雨かっぱとかなんかそういう。昔ながらの。そうですね。昔ながらの。そうそうそう。昔ながらの。釣られちゃったんですね。すごいな。そうそうそう。宮市亮さんが。ネットで検索したらそれが出てきちゃったんだ。そうそうそう。びっくりしました。もっとちゃんとしたやつ出てくるでしょ、普通に検索したら。本当だよね。どういう検索の仕方したんですか、それ。あと今週は私、野沢直子ちゃんが帰ってきましたんで、一緒に生配信。生配信。うん、したんですけど、あの人立派でさ、はい、ちょっとまあ女優業もやってみたいなってことで、女優を、役者としての芝居を習い始めたりとか、あとスタンドアップコメディを教えて、あと本番もできるよっていうお店があるんだって、渋谷に。さすが東京だね。なんか海外の方向けの。そうですね。うん、そういう ところで、今学んでるとか言ってた。そんなのあるんですか、スタンダップコメディを教えるところ、うん、あるの。そうで、やっぱりちゃんとあっちでもやっぱ三段落ちみたいなのあるし、あとつかみが大事とかそういうのがあるんだって、うんうんうん、すごい知りたいよね、そういうハウトゥー。すごいですね。そっから芸人になる若手とかいるんですかね、うん、なんかいるのかもね。ね、みんな NSC とか今吉本とかそうね、うん、スクール行きますけど。特にやっぱり日本人ってその、うん、日本人って変だって言われるの好きな国民なんだよね、怖い、うんうん、ジャパニーズピープーとかさ、うん、あ、私たちってそんな風に見られてるんだみたいなのを新鮮に喜ぶから、そっか、世界の中でね、普通だったら怒るけど、うん、そっか、日本文化おかしいって言われると、そう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 、聞きたいっていうか、なるほど、うん、そういうのを教えたりとかしてるんじゃないかな。へー、うん、いいっすね。なんか天丼、うん、天丼がないっていうよね。何回もやるの、何回もやるっていうのはない、うん、あ、なるほど、不思議だね。それこの前ガキの使いで、あ、やってましたね。やってたね、うん、世界に通用する、もったいないよ何回もやったらって、うん、あれをバンビーノが何回もやるから、うん、なんで何回もやるの同じことって、ダンソン、ダンソン、うん、何回もやるから面白いんだよね。さっき見たよっていうのが分かんないんだ、分かんない。しかももったいないよっていう言い方してないよって、もったいない、それじゃあもったいないよ、うん、違うネタやった方がいいよみたいなことそう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 、違う、やっぱり感覚がなんか違うんだね、微妙にね。そっかそっかそっか。スタンダップコメディって声張り上げたりしないらしいんですよね。この前ですよっているじゃないですか、ああ、ラジオショーのゲストに来た時に、うん、はい、と今ペーンってやるじゃないですか、うん、日本語で、うん、で海外で やろうとして、海外版でいっぱい作ってオーディション行ったら、うん、最後にこの I'm sorry ってやると、うん、なんかその面白くないと、テンションは、うん、あれ、だから、うん、I'm sorry って。あ、そうなんだ。声を張り上げる人は、もうつまんない人っていう、つまんない人になるんだ。印象になっちゃって。I'm sorry って。なんか三谷幸喜さんがとにかく世界中どこ行っても、はい、大きい声を出せば絶対に受けるって言ってた。あ、じゃあ違う。その審査員がそういうあれだった。ですよさんの声質が受け入れられなかったのかな。どうなのかな、どうなんだろう、国によるのかね。愛と今天の声を落としたら何にも面白くない。何にも面白くないけどね。え、今噛んだって感じで、愛と今天って何噛んだってなるよね。普通の謝罪ですもんね。もしもし。I'm sorry。すごい知りたい。総理で終わったら。下北沢でもやるんだよね。うちの、作家の松岡さんが。はい。絡んでますけど、スタンダップ協会の。スタンダップ協会の。そう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 。なるほど。絡みたくないような顔しましたけど、松本さん。いや、見抜くなよ。見抜くなよもおかしいじゃない。そんな顔してないよが正解です。そうだった。間違えた。見抜くなよ。やめてくださいよ。青木さやかさんがそれに出たりするの。あ、そっかそっか。うんうん。そうですね。青木さんもまあ一人ですもんね。そう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 。昔から、そうですよね。珍しいよね、今考えたらね。女性で一人で。でも野沢さんもやっぱね、今でもやっぱそうやって勉強してるっていうのがすごいですよね、芸を磨こうとして。うん、すごいと思う。なんかほら、こういう年になってキャリアもある人がなんか学ぶ
って言ったらさ、うん、なんかちょっと恥ずかしいっていうかさ、うん、そうですね。そんなこと基礎も知らないでやってたのって話になるから、うん、言っても隠しそうなもんだけど、ちゃんと。そうですよね。うん、そうですね。60のお手なれなんて言って笑ってたけど、うんうん。できないわけないでしょうからね、別にね。あ、そうだね。やり方がね、わかんないだけで、ね。だけで。昨日僕コージ富田さんのライブに出て、うん、それは謎かけのライブだったんですけど、うん、まあ、僕がゲストでいるからって言って、うん、まあ、僕のモノマネをするロッキー C さんっていう人と、うん、コージさんが花輪さんの真似して、うん、ちょっとナイツの漫才やるから見てくれって言って披露したんですけど、なんか僕らのなんかヤホーネタの、うん、まあ、なんかスマップ調べてきましたとか、なんかそういう M&A でやったやつとかをパ、カンコピしてやるのかなと思ったら、うん、谷原章介を調べてきましたとかって言って、うん、その谷原さんの調べる言い間違い漫才の後に今度そのロッキー石井さんが、うん、途中で谷原さんの真似をしたりとか、うんうん、いいなそれ、そなんかお互いのモノマネをする人をなんかヤホー漫才で調べて、うん、漫才で突っ込みながら途中で漫才入れるみたいな、なんか完全オリジナル漫才作って、うん、結構割と長尺の一本ネタを披露してて。パッケージいいの本当だね。はい、似てる、似てないとかのなんか評価じゃなくて。もらいます、もらっていいですか、ね、ダメです。漫才をちゃんと仕上げてて。へぇー。じゃあ、コージさんもあの年で、ね、キャリアでも、やっぱ今漫才とかを作るのがなんか楽しいとかって言って。へぇー。そう、新しく全くのオリジナルネタだけど、でも、やっぱナイツのフォーマットがあるから、すごい書いてて面白いんだよとかつって、すごい性欲的にやっぱやってるんですよね。そういうのね、確かにさ、例えば海外とか行って休日に遊べって思うんだけど、うん、やっぱり仕事でこれ使えるかなとかさ、やっぱ好きなんだろうね。そっか、休みの日でもね、そっか、うん、考えちゃいますもんね。考えるよね。うん、そうです。コージさんずっと考えてる感じしますね、確かに。ああ、そうだね。人の場合はなんか、神奈月さんもそうだけど。そうですね。もうずっとなんかこの人なんか。取り合いなんでしょうね、ああいう。まあ、清水さんもそうなんでしょうけど、このモノマネの DVD って言った社長のなんか取り合いでしたもんね、夢企画で。あ、みんなやりたがるよ、夢グループ。ね、ああ、そうですね。美味しすぎるよね。社長なんでお前のお色気はっていう。女性の方ね。家族で見てるんだからって言いたくなる。安いっていう。なんでだ伸ばすんだよ。そんな風に思って、見てないっすもん。伸ばすんだよとか見てないっすよ、普通の人は。そうかな、はい、物を見てる、ちゃんと。モノマネをやろうとして見てないから。そうか、だから。別になんか横にいる人だなっていう人ですから。いいっすよね、確かにね。というわけで、そろそろ参りましょう。はい、はい、節約上手なビバリストを大募集。清水ミチコと、ナイツのラジオビバリーヒルズ。野沢直子さんは来週火曜日のゲストだそうです。はい、はい、まずはいつものようにリクエストの募集からです。この後12時台はあなたからのリクエストを紹介する音楽道場を破り、今週のテーマは節約リクエスト。円安や石油価格の高騰などで物価が高止まりしている日本、うんうん、この暑さの中でも節約節電を心がけている方も多いと思います。命の危険がありますからエアコンを使わないで節約というのは論外ですが、お金をかけずにこんな風に夏を過ごしていますとか、旦那と口を聞きたくないので言葉数を節約するため LINE を活用していますなどなど、いろんな節約エピソードにリクエストを添えて送ってください。はい、花尾さんの節約というと、なんか後輩がいつも飲みに行く後輩が行ったんですけど、ちょっと金おごるのでなくなってきたんで、うん、体調なんか最近悪そうだね、なんかもう今日は行かないかって言って行ってないです。ダメですよ、バラしちゃん。後輩の体調心配してるように見せてね。心配、なんか最近ちょっと自分の体調で言えばいいのに。ったんだ大丈夫、なんかお前体調悪そうだから今日やめとこう。恩着せがましいなあいつ。ずる賢いですね。おごれよ。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242。 採用された方にはもれなくニュータッチの凄麺詰め合わせセットプレゼント。そんなこんなで今日も1時まで生放送、日本放送ラジオビバリーヒルズ。口の減らないやつ、この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。運命的な出会いってあるよね。ありますよね。偶然とは思えない、出会うべくして出会ったみたいな。ネギと味噌、この出会いがなかったら世の中変わってたね。あー、シャキシャキのネギとコクのある濃厚な味噌味、
ニュータッチすごめん、ネギ味噌の一品。うまいヌードルニュータッチ。すごめんはすごい。飲める軽快な口当たりと、さらにうまみ豊かに膨らむ味わい、それが白鶴丸。いい笑顔に丸、白鶴丸。飲酒は二十歳になってから。次のお休みどうしようと思っているあなた、パチンコ吉兆でパチンコデビューしませんか。吉兆は初めての方でも親切丁寧に接客します。お休みの日もパチンコ吉兆へゴー。パチンコ行くならパチンコ切っちゃう。日本放送ラジオビバリーヒルズ。もう一つメールファックスの募集です。はい、今日のちょっと、あ、そっか、ごめんなさい、お便りいきなり大笑い、木曜は、謎かけ芸人ツチッチの整えてきました、うん、今週のお題はスレッズです、うん、イーロンマスクがツイッター社買収してから何かと不具合が出たり、サービスが低下したり、そこを狙ったのがメタ社が始めた SNS スレッズ、世界中で始める人が急増ということで、このスレッズで謎かけお願いします。メールアドレス、うん、ヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックスは 0570-021242。土っちに勝てばナイツ特製手ぬぐいを進呈します。また10週勝って殿堂入りを目指してください。その他すべてのメールファックスから抽選で3名様に番組特製名刺サイズのステッカー、ビバリ名刺色をプレゼント。たくさんの投稿お待ちしてます。想像してください。実家に帰った時のあの子供の頃から使っている毛布の安心感。NTT 東日本の情報セキュリティ対策も常に安心であるためにプロが通信状況を見守ります。ウェブで検索 NTT 東日本。カバライ金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでもカバライ金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか。昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか。毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか。5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは 0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。文雄のちょっといい話。この時間は高立地続々オープンハウスがお送りします。バナナは1本ずつビニールで包んで冷蔵庫に入れると傷みにくい。ということはあまり知られていないが、オープンハウスグループがマンションを分譲していることもあまり知られていない。実は23区マンション供給棟数ナンバーワン、オープンレジデンシア。日本放送ラジオビバリーヒルズ。今日のちょっといい話は清水美智子さんからのお知らせです。ありがとうございます。我々ナイツも10月から全国10都市でナイツ独演会を開催しますが、毎年お正月に日本武道館でのライブが恒例の清水さん、うん、来年のお正月も決定したそうですね。そうなんです。なんと10回目の日本武道会、武道館、もう立派なアーティスト殿堂入りと言ってもいいかもしれません。それに合わせて今年の全国ツアーのタイトルは、小池百合子から発表させていただきます。清水美智子アワー一人祝賀会でございます。11月11日土曜に江戸川区総合文化センターでの公演を皮切りに、年内は富山、大阪、金沢、福岡、愛媛、盛岡、仙台、札幌と回って、来年1月3日水曜日に日本武道館、さらに来年も群馬、岡山、埼玉、秋田、長野、静岡と続きます、規制もなくなり完全声出し OK。 日本語が分からなくても雰囲気で楽しめますので、日本に観光しに来た外国からのお客様にもおすすめかもしれません。お待ちしております。詳しくは今後もお伝えしていきますが、まずは来年は1月3日水曜に武道館と、スケジュール帳に書き込んでください。お願いします。1月2日じゃなくてね、3日でございます。今回は、E プラスでの先行予約もスタート。詳しくは清水美智子さんの公式サイトでご確認を。松任谷由実子です。来年のお正月に皆さんと武道館で会えることを楽しみにしています。ありがとう由実、みっちゃん大好き。今夜10時からのフジテレビは新木10ドラマ、この素晴らしき世界。若村麻由美主演、主婦がある日いきなり大女優として平凡とは真逆な生活を送る様をコミカルに描く完全オリジナルストーリー。
新木10ドラマこの素晴らしき世界は今夜10時から。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで久光製薬からのお知らせです。ブテナロックは今年で発売20周年。水虫に悩む人はもちろん、日々頑張る日本中全ての人を足元から応援し続けたい、そんな願いと感謝を込めて、同じく今年でメジャーデビュー20周年を迎えた湘南の風とコラボレーション企画が実現。ただいまブテナロック公式ツイッターアカウントでは、湘南の風との20周年コラボグッズ、クオカードやブテナロック足洗いソープが100名様に当たるキャンペーンも実施中。詳しくはブテナロック湘南の風20周年特設サイトをご覧ください。皆様のご応募お待ちしています。ナイツの土屋です。花輪です。木曜パートナー美濃遥です。今日のラジオショーはイントロクイズ大会。大のイントロクイズ好きモグライダー柴くんとイントロマエストロ藤田太郎さんを迎えて熱いクイズバトルをお届け。イントロ漫才協会会長の花輪とイントロツッコミ師の土屋も参戦。そんな肩書きねえ。ナイツラジオショーは今日のお昼1時から。投げました、打ちました、完璧な当たり、ギータホー。昨日はパリーグ快勝、セリーグの逆襲なるか。今日夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは広島からオールスターゲーム第2戦、ご当地広島の美味しくてイケてる麺類イケメンが当たります。ここで産経新聞ニュースです。報道部畑中デスクお願いします。はい、お伝えします。日本列島は上空の寒気の影響で、今日は北日本から東日本にかけて大気の状態が不安定になり、ところによって大雨になる恐れがあります。気象庁では落雷や突風、雹に注意するよう呼びかけています。また東北ではこれまでの大雨により地盤の緩んでいるところがあり、少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。一方、気象庁は先ほど中国、近畿、東海の各地方が梅雨明けしたと見られると発表しました。平年よりいずれも1日遅い梅雨明けです。日本とアメリカ、韓国の3カ国の首脳会談が来月18日にアメリカワシントン近郊にあります大統領の別荘キャンプデービッドで行われると韓国の聯合ニュースが報じました。一方の日本政府松野官房長官、午前の記者会見です。日米韓首脳会合の日程等については現時点では調整中であり、何ら決まっていません。核ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応をはじめとして、米国提案の日米韓首脳会合の機会を含め、3カ国間で引き続き緊密に連携していく考えであります。実現すれば、日米韓の首脳が国際会議などの機会とは別に単独の形で行う初めての会談となります。財務省が発表した先月の貿易統計で、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が430億円の黒字になったことが分かりました。1年11ヶ月ぶりの黒字です。資源の高騰が一服して輸入額が減った一方、半導体不足が緩和したことで自動車を中心に輸出が伸びました。マイナンバーの誤った登録などをめぐり、政府の個人情報保護委員会がデジタル庁を立ち入り検査したことに関し、立憲民主党の長妻政調会長は記者会見でデジタル化への影響に懸念を示しました。私どもは何でもかんでも紐付け症候群だと、セキュリティについてもきちっと配慮した形で進めなければかえって不安が高まり、デジタル化がむしろ遅れてしまうと、ブレーキがかかってしまうと。
マイナンバー制度を直接所管するデジタル庁に行政指導が行われれば極めて異例の措置となり、すべての国民の個人情報管理体制が問われる事態に発展します。広域強盗事件のうち、今年1月に千葉県大網白里市で起きた事件を指示したとして、警視庁は今日、強盗致傷と建造物侵入の疑いで今村磨人容疑者を再逮捕しました。今村容疑者はルフィを名乗り、去年5月の京都市の強盗事件を指示したとして逮捕されましたが、千葉の事件の際には三橋と名乗っていたとみて警視庁が調べることにしています。アメリカの EV 電気自動車大手テスラの急速充電規格について、日産自動車が北米で再来年から採用すると19日発表しました。EV の充電器をめぐっては、日本では独自規格のチャデモがあり、国内市場で EV を牽引する日産はチャデモ推進の旗振り役でした。今回日本勢で初めて日産がテスラ規格の採用を決めたことで、アメリカでのテスラ規格標準化の流れが加速しそうです。アメリカメジャーリーグアスレチックスの藤浪晋太郎投手が交換トレードでオリオールズに移籍することになりました。藤浪投手はこれまで34試合に登板して5勝8敗、防御率 8.57 の成績です。移籍先のオリオールズは58勝37敗、アメリカンリーグ東地区の首位で20日からレイズと戦います。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン、疲れた体にダブル生薬が効く、ネバーギブアップ。キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。続いてはパワーウィズハート、関西電力がお送りする日本放送天気予報です。天気の急変に注意が必要です。ところどころで雨が降り雷雨になることがあるでしょう。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨になるところがある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒が必要です。雷雲の周辺では突風や雹にも注意が必要です。東京も今日は曇りですが、急な天候の変化に気をつけてください。各地の最高気温は33度前後のところが多いでしょう。明日は雲が多く、明け方まで雨や雷雨のところがありそうです。以上お天気でした。環境対策や経費削減、課題が山積み。それなら全国で対応してくれる関西電力へ。検索ワードは脱炭素ソリューション。自社の課題から最適なソリューションを診断できるのね。たくさんの事例もあって分かりやすいわ。早速相談してみよう。電気だけじゃないソリューションを、関西電力。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小市さん、よろしくお願いします。はい、高速道路は東名高速道路の下りが神奈川県の大和トンネルで10キロの渋滞です。中央道の下りは山梨県の大月トンネルで工事のため4キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは八王子城跡トンネルで5キロと、海老名ジャンクションで7キロ、外回りは東京都の砂尾トンネルで8キロと、久喜白岡ジャンクション付近で7キロの渋滞です。東京外環道の外回りは和光インターでの事故の処理は終わりましたが3キロの渋滞です。都内の環七通りの内回りは板橋区武蔵野病院前で作業のため2キロの渋滞、通過に30分かかっています。道路交通情報センターの小市でした。そうかもね。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。この後は音楽道場破り、今日はあなたからの節約リクエストを紹介します。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。ギャラクシープレゼンツスペシャルサマーキャンペーンスタート。日本放送社内見学ツアーやあなただけのラジオ番組収録体験などが当たる特別なキャンペーン、高性能ワイヤレスイヤホンなどがもらえるチャンスもあります。
詳しくはギャラクシースペシャルサマーキャンペーンで検索。おいしいルルルルバンバタロール。わ、いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。清水みっちゃんとナイツ花輪信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。今日の音楽道場破りのテーマは節約リクエストです。山口萌えです。私はエネルギーを節約してるので喋りが遅くなるんですよ。渡辺良一です。今話すスピードを節約しています。萌えの方が遅いと思う。今張り合わなくていいんですよ。張り切って聞こえないと思う。小さくなんの関係ねえだろ。というわけで今日も11時半から生放送、はいはい、ラジオビバリーヒルズ、ね、遅い人が一人だ。渡辺陽一です。萌えの方がもうダメだ。この二人の対決はもう聞いてらんないから。本当毎週僕渡辺陽一さんに会うんですよ。あ、そうなんだ。月曜日になんか収録でなんかこう来てるらしくて、エレベーターとかで結構確率で会うんですよ。おはようございますってすごい早い。いや全然嫌だな。裏では全然です。そのエレベーターではめちゃくちゃ反応とか。あのままです。よかった。ありがとうございます。毎週会う。丁寧そう。木曜日の担当は清水ミチコとナイツのお二人です、はいはい。よろしくお願いします。そしてお昼はこのコーナー。音楽道場破り。リクエストが採用された方には嬉しいプレゼントが待ってます。はい、お願いします。今週の節約リクエストが採用された方には山台からもちもちのノンフライ麺が特徴で大人気の味噌ラーメンニュータッチ凄麺ネギ味噌の一品を含む12種類の凄麺詰め合わせセットをプレゼントします。本格的な味噌ラーメンを手軽に食べたいと思う人におすすめです。本格的なドラマを地上波で手軽に味わえるという評判なビバンのようなラーメンとも言えるかもしれませんね。ネギ味噌の一品、お前を責任持って食ってやる。ドラム、熱湯の準備だ。お湯の節約なんてしてるな。もう準備してる。箸もあるよ。スマホでね、声を出しますからね、ドラム。ドラム。はい。いや、第一話面白かったですけど、そんなことよりも、ニュータッチです。うん、凄麺ネギ味噌の一品は3種類の味噌を絶妙なバランスでブレンドした合わせ味噌をふんだんに使い、生姜、玉ねぎなどの香味野菜で風味を引き立て、豚骨エキスで旨味を、さらに練りごまでコクを出し、香り立ち豊かな味噌スープに仕上げています。ご飯代を節約しようと思っている時に贅沢な気分で味わってもらえます。はい。それもね、すごいんですけど、ここで一つね、お詫びをしないといけません。うん、来週水曜にですね、上野忍ばず池で開催されるマセキ芸能社主催の真夏のショーフェス2023、うん、お昼の2時45分からの前座ライブだけでもですね、この爆弾世紀末や服部感想、うん、春組織など15組の芸人が登場しますけどね、うん、その後の本番にも42組が登場と、芸人を全く節約せずに湯水のように57組が出演します。過ぎだよ。誠に申し訳ありません。別に謝んなくてもいいですけどね。改まってで57組のネタが楽しめて前売りは1500円という。一組あたり苦しく感じてきたわ。謝罪するから。一組あたり26円。でもあんま言わない方がいいと思いますよ。あなたも多いですからね。一人あたり換算すると18円ぐらい。僕が立ち上げたライブなんだ。ライブだからね。上手してくださいよ。すぐ分かったわ。会長ね。ひげをはね。ひげを一般にやってますから、ほっといてください。ひげが現場に来ない。安心して成仏してください。あなたもゆでたての。喉を直して成仏して。あなたもゆでたてのうまさ、まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求したニュータッチ凄麺シリーズと、来週26日に開催する真夏のショーフェス2023をご賞味ください。ああ、でもすごそう。ね、あそこね、クーラー効かない。あ、そう、外です。そう、外です。そうだもんね。ね、この舞台は。毎年暑いんですけれどもね。でも行ってみたら意外と涼しいんだなってこと思った。そうですね。これ夕方からこう夜になってね、うん、行くところなんで。そうそう。全然ライブはめっちゃ暑いかもしれないですね。ねえ、暑いかもしれない。ぜひ行ってみてください。はい、ラジオネーム和製メーテルさんからいただきました。みっちゃんがいるところにこんな投稿するのは身の程知らずな自覚はあるんですが、私は子供たちが好きなキャラクターのモノマネができます。子供のおもちゃは、キャラクターが喋るものと喋らないものとでは全然金額が違います。喋らないものを子供に買い与えても、うん、私が後ろで喋って子供たちに話しかければ、子供たちにとってそれは喋るおもちゃになります。大変。ならないんでしょ。なんなら名前も呼んであげられます。子供たちは大喜びですし、
だいぶ我が家の節約に貢献してると思います。そうなんだ。ああそういうことか。まあ声入りはちょっと高いということでね。そうかもしれないね。そっか、うん、戸田さんとかもね、アンパンマンのおもちゃめちゃくちゃ出るから、うん、その声入れだけですごい時間かかるって言ってましたからね。一日中かかるって言ってましたね、新しいおもちゃが出るたびに。あそうなんだ、うん、確かにそうか、ご本人じゃないと。そうですよね、やっぱりすごいですよね。おもちゃの声入れは大変だわ、アンパンマン。仕事待ってるダメ。甘やかした。元ドラえもんはもうない。元ドラえもんのおもちゃ出ないから。元ドラえもんもう出ないじゃないですか。今のはあるよ。元ドラえもんから出たら。今のやつはたくさん出てる。でも前のやつ、旧型のやつ。そあの、ありますよ、藤子。残ってる。そうですよね。ミュージアム。音源があるから、もう。触れない感じでガラスの中に入ってる。絶対ダメですよ、ね。だから撮り直しとかもないでしょ、別に。というわけでこの方は、はい、ドリーミングで、おばあちゃんの節約術はバスタクシーなどの交通機関を使わないこと、嫁に行った娘の嫁ぎ先に頻繁に泊まりに行きますが、うん、80歳過ぎても、健脚で、うん、土産の入った風呂敷を担いで歩いていきます。道のりの前半3キロは平地なので普通に歩けますが、後半4キロは勾配のきつい上り坂。多いよ。そのためおばあちゃんは坂の下で後ろから来る車の運転席に向かって片っ端から頭を深々と下げる、うん、すると通りすがりの人は何のことか分からずスルーするけど、娘の嫁ぎ先のご近所さんはうわ目があったと思いしかとするわけにはいかず、うん、仕方なく乗せてあげたと。ヒッチハイクだ。これがおばあちゃんのお金と体力の節約術です。すごい。ちなみに1時間も粘れば誰かしら必ず乗せてくれるそうです。ドライバーの皆さんありがとうございます。へー、なるほどね。まあ、手を上げて止めるわけではなく、こう、ちょっとね、こう、頭を下げると、はぁ、やば、もう目合っちゃったから、すごいいけないっていう。でも、こっから結構暑いですからね、気をつけてもらいたいよね。本当ですよ。私、いつも思うんだけどさ、タクシーもやっぱ京都とか観光地って乗れないって言うじゃん。だから、相乗りシステムもう少しなんとかなんないかね。確かにね。もったいないよね。そう行くのかね。そうそう。ちょっと高くてもいいからね、100万。海外とかはね、本当ウーバータクシーとかすごい。あ、そうらしいよね。みんなやってるっていうのがね。日本もあるっちゃあるけど。あるけど、あんまりそんなんか、あれですよね。なんか、免許とかが必要なのかな、やっぱり。あ、なんか難しいって言ってたよね。ちょっとやっぱりハードルが違うかもしれない。あ、そういうことね。運転手なる人のね。なるほどね。ちゃんとした審査みたいなのがね。そうそうそう。必要なのかもしれないですけどね。いや、京都とかそういうとこは必要ですよね。そうそう、相乗りタクシーもう少し考えてもらいたいな。あれあったらいいだろうな。地方営業とかね、1回目と2回目の間に会場からこう散歩して、結構遠くのなんかラーメン屋とかでラーメン食べて、あ、やるやる、戻る時にこの前も益子くんと2人で、仲いいな、ちょっと暑いわ、戻んのめんどくせえなと思って、なんかこう会場に向かう人車でいっぱい来るじゃないですか、でみんななんかこう挨拶してくるから、乗せてくんねえかみたいな、なんかその考えでやめてもいつもしますけどね、向こうが乗ってきますっていうのを待ってる自分だと思います。恥ずかしいからやめても自分からお願いするんじゃないんだ。気まずいよ。向こうから言ってくれるのを待つねえかなと思って挨拶して、熱い熱いとかって歩いて、涼しいな、涼しいな、こっちでいいですよって言うでしょ、乗ってなさいよ、いいんですかとかつって言っていきますけどね。そうね、自分からお願いするんだったらね、まだしも。そうだね、この方のリクエスト、井上あずみで散歩です。あずみ散歩をお聞きいただきました、ラジオネームザリガニの腕枕さん、絵を描くのが、好きな私は小学生の頃、誕生日プレゼントで両親から24色の絵の具をもらいました、当時12色の絵の具がスタンダードだったので、その倍の24色の絵の具は私の宝物となりました。あ、いいよね、読書感想画や写生大会、
学校で絵を描くときにその絵の絵の具を使うのですが、うん、明るくて綺麗な色の絵の具がいつかなくなってしまうと思うと悲しくて節約して少しずつしか使えませんでした。かわいい。以来、うん、私は暗い絵ばかり描くようになってしまい、両親や学校の先生から私の心がすさんでしまったのではないかと心配されてカウンセリングをされました。理由を話すと両親は笑いながら絵の具くらいまた買ってあげるからどんどん使いなさいと言ってくれました。ちょっとね、明るいやつ使いたくないんだ。そうだね、もったいなくて。あ、もったいないっていう気持ちだな。暗い色はいらないからもうどんどん使っちゃうって。そうか、そう。心理的になんかあるこの子は。そんなんなんですかね、その絵でね、カウンセリングするっていうのね。なんかこう勝手に心配するっていう。あ、よくあるよね。よく言いますよね。ドラマとか見てたら。ドラマでよくあるわ。ありますよね。子供が傷ついた時にね。そうそうそう。真っ暗みたいな。こう空を赤く塗ってたりとかするとこの子大丈夫かなみたいな。本当に見たことはないけどね。きっとあるんだろうね。そうですね。でも自分の子が描いたらちょっとやっぱ心配するかもしれないですね。なんで ああいうのがあるんですかね、昔からね。でも個性ですもんね、それもね。そういうのはでも多分、その例えばこうなんか、名画描く世界的な画家とかね、子供の頃からちょっと突拍子もない色とかで描いてたりしたかもしれない、ね、そうだね。昔はそういう心理学とかなかったからね。なかったでしょう。逆にのびのびして芸術家を育つっていうのもあったかもしれないし。それで心配されるっていうとね、逆になんか才能の目を潰しそうな感じはしますけど。社会になんか石を投げて。ちょっとあの、マトカさん、スタンダップコメディ協会入りたい。いや、おかしくはないです。やめなさい。面白くはないです。なんでその話、何にも分かってない。絵の具漫談ね、書いてるよ。プロデューサーがすごいセンスない人。あんたいける。変な斡旋しないよ、いける。ちょっと軽口叩いただけで。いろんな話いける、いける。いろんな話いけるじゃないよ。待ってましたって客が思い浮かばないから。いろんな話いける。こんな人いるんだろうね、プロデューサー切る。そうですね。今の話、いけるよ。ついてるけど。いけるよ、ビリジアン。ビリジアンって名前にしろ。絵の具ありましたね。絵の具でね、いろんな絵の具でしか見ない。ビリジアンって何色なんだって。なんだお前は。ありましたね。真ん中ビリジアン、売れそうもない。ベレー帽かぶらせて。ベレー帽はかぶる。イメージがダサいって。画家のイメージが古すぎる。画家のイメージ。ベレー帽かぶっていねえだろ。絶対売れないって。いないよ、ベレー帽かぶって画家今時。ビリジアンって名前で。いるわけないじゃん。パレット持ってるじゃん、左で。マイクと。邪魔。ダセ。パレット邪魔でしょ。似顔絵から描いてね、まずは。え？そんなこともしなきゃいけないの。まずは似顔絵から描いて。まずなの？わかりやすいね。実際描かなきゃいけないんだって。サインの時じゃなくて、オープニングで描くの。時間かかる。そう、なんかね、切り絵みたいにね、描きながら喋る。この方のリクエストです。あやかで虹色。あやかで虹色でした。そういえばあの虹色っていうとさ、なんか氷、はい、かき氷のさ、うん、赤とか黄色とか、はいはい、いろいろ入れて食べたら、ね、きっと綺麗な色になるんじゃないかなって思って、はいはい、真っ黒になる時あるよね。あります。あれなんで黒くなるのかな。この間まさにプールで娘が、あ、やっぱりやってた。レインボーかき氷頼んで。そう、最初はね。最初はここが美味しいとかっつって、ここ私好きとかって言ってたけど、最後真っ黒になって。なんでなんなんの。もういらないって。なんであんな戦争状態になっちゃうの。色マンダ仕上がってんじゃん、色マンダ。本当だ。じゃないからこれも。色マンダ仕上がってんじゃん。色マンダ。色っぽくないんだ。コメディのための色マンダじゃないから。レインボーかき氷の娘の話。ビリジアンらしくないぞ。ビリジアンらしくない。ビリジアンらしさってなんですか。知らないよ。ラジオネームリボンさんからいただきました。はい、可愛い名前がやっとやってきた。うんうん、子供ね、はい、子供の頃散髪代の節約のために私たち姉妹の髪の毛は父親が切っていました。髪型は前髪は切らず真ん中分けで後ろは肩ぐらいに切るだけ。うん、その見た目が北京原人に似ていると評判になり。うん、私たち姉妹のあだ名は原人に失敗じゃねえか。いくらなんでもひどすぎると、この一件以来、美容室で切るようになりました。髪型はマッシュルームカットにして、原人とは呼ばれなくなりました。子供はね、直接なこと言うからね。そうですよね。まあまあ、お父さんが買って切ってくれたけど。親が切ったりね、してますもんね、子供の頃は。うんうん。そうですよね。そりゃでも無理だよな、これ。そんな、多分、ハサミも多分専門的なハサミじゃないでしょうしね。なんかそういうの。そうだよ、昔はね。うん。うちの長男が初めて坊主にするときに、うちのお父さんがスキカルってやつでこうやったらもう間違えて、めっちゃなんか、
虎狩りみたいになっちゃったんですよね、うん、それでまあなんとかこうな、まあ、めちゃくちゃな頭で難しいんだ、まあ、学校行ったんですよね、うん、かわいそう。それをいまだになんかもう高一って言うんですけど、親が高一はねやっぱり男気がある、あのスキカル事件を乗り越えたからねとか振り返るとあのスキカル事件の言い方が軽いスキカル事件泣いて帰ってきたかなやっぱその日は。いやなんか相当なんかもう朝めちゃくちゃなんか揉めてたのを覚えてました子供の頃。ああそうなんだ、何やってんだよみたいな、うん、これいかねえよみたいな。そうね、うん、帽子かぶっていくわけにいかないし、やっぱでもね、あの月に1回のその利用取材ってね、そうそうそう、うん、やっぱバカにならないから3人いたらそうだよね、気持ちもあるけどな、そうだったな、そうだね、3人兄弟だったら1セット価格とかなんかそういうのあったらいいのにね、3人いっぺんにやったらちょっと安くなるとか、ね、3人いっぺんだと、うん、まあ一緒か手間は。なんで安くしなきゃいけないんだよ。なんで安くしなきゃいけないんだよ。なんで安くしなきゃいけないんだよ。お店側の気持ち。一緒だもんだって、ね。何にもせず。人だしね。人だし別に一人ずつ切るだけだ。何にも言えず。タクシーと違うから。何にも安くなる要素ない。3台同時にできるやつとかあるわけだ。そう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 。ないからね。ないからね。なんで安くしなきゃいけない。自分で言い出して言い出して途中気づきました。高校給仕割とかね、なんかそういうのだったら分かるけど、あ学割みたいな、あありそうありそう、まあまあ、ね、なんで俺兄弟それぞれ別々知らねえよって、まあこの子はいいとこなんですけどねとか言われても知らない、関係ないよ。あ仕上がってるね、色マンダ。色マンダじゃないで、どこが色マンダ。黒でしょ、黒。いや全部全部のものそうじゃないですか、色あるじゃないですか、そんな。まんじゅう怖いだって何でももう白とかでできますよ、色マンダ。もうじゃなくて落語だから、ね、それはもう古典落語だから。落語にも手出し色落語とかないから、そんなパレットとにかく置いてるから。パレット思ってないですか。この方のリクエストです、はい、イエローモンキーで太陽が燃えている。で来週29日土曜は隅田川花火大会が開催されます、うん、コロナ禍でしばらく花火大会に行けなかったという方も楽しみにしていると思います。そこで来週は花火の思い出リクエストです、うん、夜空に浮かぶ大輪の花火からロケット花火に線香花火、大川工業のネタまで花火の思い出にリクエストを添えてお寄せください。花さんは花火というともうなんかスーパーとかで花火買ってやんないって何年も経ってるやつって結構しけちゃうらしいですね、うん、遅いよね発火するのがね、まあ、そうなんですね、うん、だからなるべく早くやった方がいいんだなって、買っちゃったらね、うん、というね花火の思い出じゃん。そうですかね、一つギャグ言ったらピリジアン、うん、何にも言ってないですか今ギャグ、はい、言ってないですか今。花火の思い出リクエストって読んだだけです今。固まってきましたね、なんかだんだんね固まってねえよ。ピリジアンあれ言ってくださいよ。お客さん顔真っ赤じゃないですか。流行ってないです、いいですか。顔真っ赤な色だからね。いいね、いいね、白い青白い顔したお客さんが真っ赤になってね。ピリジアン受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ラジオビバリーヒルズ音楽道場破りの係まで、たくさんのリクエストお待ちしてます。ラジオビバリーヒルズ。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたのクレジットカードお支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。預金残高を確認するくらいの軽い気持ちでお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。千葉県では貨物運送事業者へ向けた支援金の給付を行っています。対象は千葉県に営業所のある中小貨物運送事業者の皆様です。申請受付期間は9月8日まで。オンライン申請も可能です。詳しくは千葉貨物支援で検索。毎週月曜日夜7時20分開店、有楽町鬼不動産社長の総口昭久です。アルバイトの三木光太郎です。当鬼不動産ではご相談プレゼント大キャンペーンを絶賛実施中です。実施中です。あなたのお悩みとそのお悩みを解決するために必要なものを教えてください。それがあなたのお悩みに必要、これがあれば解決すると当鬼不動産が判断したらドドーンとプレゼントいたします。だったら今あの電子レンジ古くなってきたんだけど新しいのもらってもいいかな。番組になりませんよそれじゃ。ちゃんといい相談くださいよ。我こそはという方はぜひご相談と必要なプレゼント、ツイッターはハッシュタグ鬼不動産、もしくは番組宛てにメールで送ってください。皆さんからの熱いご相談お待ちしています。
小児科専門医の地味花子です。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト、ゲストはこの方です。三浦奈央子です。子育てって楽しいけど大変ですよね。ぜひ一緒に頑張りましょう。放送は今度の日曜朝6時4分から。ナイツの土屋です。花輪です。木曜パートナー箕輪はるかです。今日のラジオショーはイントロクイズ大会。大のイントロクイズ好きモグライダー柴くんとイントロマエストロ藤田太郎さんを迎えて熱いクイズバトルをお届け。イントロ漫才協会会長の花輪とイントロツッコミ師の土屋も参戦。そんな肩書きねえ。ナイツラジオショーは今日のお昼1時から。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの中澤さんお願いします。はい、首都高速道路都心環状線の霞ヶ関から東名中央道方面へのルート情報です。東名高速道路の海老名ジャンクションまで3号線を通ると1時間10分、中央道の八王子ジャンクションまで4号線を通ると50分です。次に埼玉方面から都心環状線の神田橋までのルートです。美女木ジャンクションから5号線を通ると25分です。三郷線の三郷ジャンクションから中央環状線の飛鳥山トンネルと5号線を通ると45分、6号線を通ると50分です。日本道路交通情報センターの中澤でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃お伝えします。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いては大好評ラジオリビングです。今日は刀鍛冶の伝統を受け継ぐスーパーストーンバリア包丁のご紹介です。今日は長年錆びたナイフと言われ続けた鍵穴アナが研ぎ澄ましたモノマネを披露します。お楽しみにどうぞ。鍵穴さん、森永卓郎さんでお願いします。年寄りなめんじゃねえぞ。どうもどうも、森卓です。俺やれるって言ったことあります。鍵穴忠です。今日の日本放送ラジオリビングは刀鍛冶の伝統を受け継ぐスーパーストーンバリア包丁をご紹介しています。口コミで瞬く間に広がり、いつもの料理の味が包丁一本で変わると大絶賛。シリーズ累計販売数がすでに58万本突破の大人気商品で、今売れに売れてる包丁です。岐阜県関市の職人が鎌倉時代から受け継がれる秘伝の技術で一本一本手作業で仕上げた一品。抜群の切れ味、そして驚くほど軽く使いやすいんです。切れ味の悪い包丁は食材の断面を潰しながら切ることになり、食材本来の味を損なってしまうので、切れ味の良い包丁を使うことは非常に重要です。手にフィットするので持ちやすいですし、刃の両面には各6層合計12層のスーパーストーンバリアコーティングが施されているので、切った食材が刃につきにくく、錆びにも強いんです。刀鍛冶の伝統を受け継ぐスーパーストーンバリア包丁、切れ味を長持ちさせる専用の研ぎ機もついて、特別価格税込み9900円です。お申し込みお問い合わせは 0120-1242-86 までどうぞ。フルモデルチェンジした新型エルフは、ゆとりあるドライバースペースを目指し、クラストップレベルの居住性を実現。ホスピタリティあふれる空間を提供します。ワクワクするニュースが走り出す新型エルフ誕生、いすず。イボの糸そうめん川柳。妻が茹で、夫が洗い。いただきます。はーい。暑い季節につるっとそうめん召し上がれ。そうめんやっぱりイボの糸。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。7月20日、足水のみっちゃんの天気予報です。今日の天気は曇り。
今日の関東は晴れ間がありますが、夕方からは非常に激しい雨の降るところもありそうです。熱中症対策もお忘れなく。どんなに夏が楽しくても絶対に家の中で花火をしないこと。元ドラえもん、明後日から六本木ヒロズで始まるイベントに僕の新作映画をモチーフにした体験型デジタルアトラクションが登場。そしてこの声がいつも体験できるのは、じゃじゃん、清水ミチコの道子一へ。はい、今年も六本木ヒルズの広場にドラえもんたちが勢ぞろい。さまざまな秘密道具を持っているドラえもんの中からお気に入りを見つけて一緒に記念撮影ができるそうです。また来年3月公開予定のドラえもん新作映画のび太の地球シンフォニーにちなんで作られるシンフォニーシアターでは LED パネルを操作して、参加者が一丸となって音楽を奏でることもできるそうです。へー、新しいな、ね、夏はやっぱドラえもんなんだな。夏休みそうだね。もう何十年も恒例です。これからも。さあ、そんなドラえもん情報は置いといて、今週話題になった言葉紹介しましょう。まずは、黒柳徹子さんが YouTube チャンネルで、高級回転寿司店、銀座小野寺に出かけた様子を配信。そうなんだ。40年ぶり人生2度目の回転寿司を堪能したそうです。まあ本当に、これは、山椒の粉かしら。この画面を叩くとお寿司が来るの。まあ本当にご丁寧な、でも美味しくいただきました、ジェネリック。食後にジェネリック服用したみたいになってますねえ。お茶のパウダーと間違えたってことか。とはそうですね、お茶のパウダー、そっか、緑色だから山椒と勘違いしたり、お嬢様だから、進化した回転寿司に驚きつつも、本マグロ、中トロ、ウニ、小肌、メジマグロ、アオリイカ、縁側、塩炙り、ヒラメなどなど22貫を平らげた他、水ナスのつまみや食後のアイスクリームなども食べたそうですね。22貫、ちゃんと食べますよね。そうだね、はい、召し上がりになるですね。こんなとこあるんですね、高級回転寿司だけど高級っていうね。行ってみたいな。本当だね、小野寺。さあ、お次は17日に66歳の誕生日を迎えた大竹しのぶさんがインスタグラムを更新。お子さんたちや元ご主人さんまさんも参加しての誕生会の様子をご紹介しました。1日はさんまさんの誕生日だったから、それを兼ねてみんなで集まりました。あの、息子からのプレゼントは腹筋が鍛えられるっていう椅子で、娘からはおしゃれなケトル、そしてさんまさんからはおしゃれなサンダル。お、仲いいな。仲いいですね。いい離婚ですね。なんか、ツーショット写真で左足を突き出して見せているのはさんまさんからのプレゼントのサンダルも紹介しています。すごいな。ねえ、やってます、誕生日プレゼント。誕生日プレゼントね。そうですね、いつも花だけですね。あ、なんか偉い。でもなんかプレゼント選ぶとなんか、合わない時、はい、そうかもね。そうなんだよ。変な空気になるんで。こうなんかさんまさんとか、はい、おしゃれなサンダルとかこういうのすごいですよね。なんかそういうの選べるといいですよね。本当こういうのは一番なんかね。それで喜んでもらえたらいいんだけどな。そうだよね。リクエストしとくのかな、さりげなく。ねえ。いや本当ですよね。なんかマネージャーさんとかに聞くんですかね。大竹のさんとかね。ああ、そうかもね。そうかね。そうですよね。それか親しそうだから、これが欲しいとか言って。欲しいもあるかって言えそうだよね。聞いちゃってもいいのか、はい。さあ、続いてはアグネスちゃんが、香港に到着したことをインスタグラムで紹介しました。香港から来ましたアグネスちゃんです。私今香港到着しました。香港とても暑いです。暑いです、ね、香港に住むママに会いに向かってたら、姉の音から電話ありました、香港の有名医者、飛行機で感染してするかもしれないから、すぐ母に会うのよくない、しばらく待機した方がいい、アドバイスくれました。すぐに会いたい、でも数日待てからにします。あ、結構厳しいんですね、香港。まだそうだね。そうなんだ、会えないんだ。会えないって、数日待ってからになっちゃうということでね。なんかね、日本もやっとあれなのにね、まだ香港ってこんな感じなんです ね。そうなんだね。まだやっぱりあるんですね。姉の夫は香港の有名医者なんだ。すごいね。ね、すみません。ここで、電車の情報です、東武スカイツリーラインは、一之割駅で発生した人身事故の影響で運転を見合わせていましたが、先ほど午後0時18分頃、全線で運転を再開しました。ただ、ダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。
さあ、引き続いて、仙台の百貨店で13日から始まったのが、故、瀬戸内寂聴さんの展覧会、うん、追悼瀬戸内寂聴展、たくさんの愛をありがとう、会場には寂聴さんの言葉を散りばめ、法話映像などおよそ400点を超える資料とともに99年の足跡を見ることができるそうです。はい、瀬戸内寂聴でございますけれどもね、名言なんていうほどものはありませんけどもね、うんうん、私たちの一生はね、長生きしてもうたったたかがね、やっぱ100年なんですよ。一人も愛さずにね、一度も恋をしたことがないという生涯はね、つまらないと私は思うんですね。あ、全国を回っているこのね、寂聴展、機会があればぜひあなたも本物の寂聴さんに触れてください。今あの J っていう本が出てて、それ寂聴さんの J なんだけど、はい、その奔放な恋愛をいろいろ綴ってある本みたいですね。あ、そうなんだ、うん、また本出してるんですね、 J。 そうですね、すごいですね。さあ、そしておしまいは、おなじみ室井ゆずきさんのツイッターから、ネタだよ、ネタ。ネトフリのドラマ、離婚しようよ。かわいい。超面白い。議員の女房になって、そうそう。わかるわかる、みたいな。我が家に盗聴器ないよね、みたいな。喧嘩がやる。よく聞き取れるね。あの尺が分かんなくなってきて。尺が分かりづらいですね。尺が分かりづらいですね。何言ってるか分かんなすぎて。尺で尺だけ合わせて。どこまで言ったかなが分かんないんですよ。うん、ちょっと待っちゃうんです。勘でね。勘で。勘で。ちょっとなんか熱くなって雑になったんですか、室井さんのやつ。どうしてきたのかな。ちょっと短めに言ってるやつ。本当だよ、勝手に飽きんのやめてくださいよ。さあ、来週はどんな言葉と出会えるのかお楽しみに。それではここでドラマ、1840、二人なら夢も恋もの主題歌を。0120-400-800、東京税理士会所属、税理士法人48。ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。日本放送ラジオビバリーヒルズ。こんにちは、リポーターの淵沢由紀です。私は今、東京都府中市の大國魂神社に来ています。こちらでは今日20日、府中の夏の風物詩、すもも祭りを開催しています。ここで大國魂神社の渡辺さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このすもも祭りとはどんなお祭りなんでしょうか。はい、今年は今日20日木曜、22日土曜、23日日曜にカラスが書かれたカラスうちわやカラスセンスが、販布されまして、また本日のすもも祭りでは参道に露店が並びます。このうちわやセンスは仰ぐと心身ともに健康でいられ、玄関に飾ると厄除けとなり幸福が訪れるとも言われております。そうなんですね。このすもも祭りの名前にはどのような由来があるんでしょうか。はい、前9年の役という戦で源頼義と義家の親子が大國魂神社で戦勝祈願をし、その戦に処理した後、お礼回りですももをお供えし、境内にすもも市が立つようになったのがこのすもも祭り、すもも市の由来となっております。先ほど私もすもも市歩いてみたんですが、たくさんの人がね、いらしてますよね。で、すももを扱った店も並んでいて、こちらのお祭りならではなんだと思いました。すもも祭りが行われています大國魂神社へは、JR 府中本町駅、または京王線府中駅からそれぞれ徒歩5分。今日はこの後夜9時まで開催しています。また、カラスうちわが頒布される時間につきましては、大國魂神社のホームページをご覧ください。都心からも近く、全身で緑豊かな自然を感じられる大國魂神社に足を運んでみてはいかがでしょうか。渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、淵沢由紀がお伝えしました。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか。なぜなら、キャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在、リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10。
10、10、10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お便りいきなり大笑い。木曜はこのコーナー。謎かけコーナー、つちっちです。私、謎かけ芸人、つちっちが、ビバリストと繰り広げる謎かけ対決。今週のお題は、スレッズでした。はい、スレッズ。まずは、つくえりゅうのすけさん、うん。スレッズとかけまして、新宿駅と解きます。うん、その心は乗り換える人が多いでしょう。ああ、すごい。素直。ストレート。確かに。そうかもしんない。品野川龍太郎さんです。うん、スレッズとかけて、学校の手洗い場と解きます。うん、その心はネットの石鹸液体もあるでしょう。ネットの石鹸液体もあるでしょう。石鹸液体。なるほど。石鹸液体もあるもんね。あるもんね。うまいですね。大坊江小坊江さんです、うん。気になるけどまだ手が出せないスレッズとかけて、うん、無礼な若者に声をかけるおじさんと解きます。うん、その心はおいおい。おいおいね。おいおい。おいおい。おいおいやろうと思っています。かわいい。なるほど。うまい。レインボーシープさんです、うん。スレッズを始めるか悩んでいる人とかけて、うん、嵐のメンバーが満員電車でバランスを崩したと解きます。うん、その心は二の足を踏んでいます。おー、なるほど。踏んでいます。二の足を踏んで、ライミーさんです、うん、スレッズとツイッターの違いとかけて、うん、新卒以来ずっとデスクワークの人と解きます。その心は字が多いよ。字が多いよ。あ、なるほどね。ずっと座りっぱなしでね。すごい。違いとかけてって勝手に。そっか。そっか。ねえ。ツイッターより文字数が多いんですよね。そうですよね。確かに。140字以上。すごい。500か。500文字が多いですね。うん、生まれたてのおじさん来ました。ありがとうございます。はい、うん、気持ち悪い。ツイッターにとってのスレッズとかけて、うん、僕が本当は一番推している家計みやこちゃんの魅力とっときます。その心はすっごく大きな脅威です。家計みやこちゃんの魅力。僕が本当は一番推してる。こんな人じゃなかったんだよね。私たちが教育悪そうなんだよ、ね、そう、ね、作り上げた。ちょっとつぶだてすぎたんですね。立てすぎた。フラッシュモブ。ガチと苦手。フラッシュモブガチと苦手さん。あ、ガチと苦手ね。あ、ガチと苦手さん。わ、うん、かるわかる。スレッズとかけて、うん、ツイッターの CEO と解きます。CEO、その心はマスクがイーロン唱えてます。マスクが異論を唱えてる。異論唱えてます。なるほどね。なるほど。はい。異論ということで、うん、はい。はい、ありがとうございます。大丈夫、土地。整えてきました。うん、スレッズとかけまして、はい、学校までの道のりを最大限注意していく人と解く。その心は最新の投稿するやつでしょう。最新の投稿するやつ。ね、ああ、なるほどね。ね。うん、以上ですね。うん。今日はね。はい。いっぱいね、ありましたけど、ね。そうだね。シンプルで分かりやすいやつがいっぱいあった。うん。うん、やっぱり、生まれたてのおじさんにね、ここは、初めて。あ、やっぱり。初めてですか？初めてじゃないかな。生まれたてのおじさん、うん、あ、実は。ずっと気持ち悪くしてきて。ね、ちょっと一回リセットということで。そうだね。リセット。ちょっと、まあ、うまかったですよ。家計が本当に大きな脅威ですからね。生まれ変わって ね、おじさん。生まれ変わって、はい。生まれたてのおじさん、生まれ変わってください。生まれ変わってください。生まれたてのおじさんに。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、さて、来週のお題はモンゴル。うん、日曜劇場ビバンは、モンゴルの自然の中でロケをしたと話題になっています。大相撲の力士やチンギスハンなどなど、話題も多いモンゴルで謎かけお願いします。それではここで一曲、今年デビュー50周年となる伊藤蘭さんのサードアルバムレベル 9.9 から、ちなみに、日本放送では伊藤蘭の Run to You も放送中、機会があればお聞きください、伊藤蘭でダンディ
キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。ヨドバシカメラは豊富な品揃え。お客様のご要望に合わせた提案販売お任せください。省エネ除菌エアコン、スピード取り付けも安心。扇風機サーキュレーター空気清浄機、冷蔵庫洗濯機テレビ、携帯電話パソコンカメラもお任せください。ヨドバシ .com は送料無料スピード配達。お客様の一番がきっと見つかる。ヨドバシカメラ。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も 0120-66-4747 ガリバーへ。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし、多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず、建設現場と聞いて、皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら、誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また、工場も同様で、皆さんアスベストそのものや、その建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いては、ハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉の小田良子さん、お願いします。はい、こんにちは。千葉市上空の大きな白い雲が時折日差しを遮ってくれます。さて、小泉酒造の東海盛り特別純米500万石火入れと東海盛り純米吟醸春が酒コンペティション2023でシルバーを受賞しました。酒コンペティションは市販されている日本酒のみが審査対象のコンテストで、今年の出品数は1000点に及びました。東海盛り特別純米500万石火入れは、自社栽培の酒造公的米500万石を 55% 精米、綺麗な吟醸香を感じさせつつも食事と合わせやすい一品です。東海盛り純米吟醸春は、爽やかな吟醸香を感じさせる春限定の酒で、軽やかでフレッシュな味わいを楽しめます。審査員を務めた大手酒販店長谷川酒店の代表長谷川光一氏が完全ブラインド審査の中で最高評価をつけました。詳しくは小泉酒造にお問い合わせくださいね。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。ありがとうございました。アジが主役の新ご当地グルメ、南房総うまアジグルメ第1弾は、アジを使った料理と地元食材を使った贅沢グルメ、うまアジ8。アジの美味しさもっと知ってください。うまアジを味わえるお店など、詳しくは南房総市観光協会で検索。山、斜面地を売るなら T
TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。卓量建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。また渋滞。渋滞が長いと、俺の残業も長い。アマゾンフレックスはどんな日も安定した報酬でドライバーを応援します。委託ドライバー募集中。詳しくはアマゾンフレックスで検索。荷物は絶対濡らせない。だから自分が寒い。フレックスドライバーフレックスアマゾンフレックス。アマゾンフレックスはどんな日も安定した報酬でドライバーを応援します。委託ドライバー募集中。詳しくはアマゾンフレックスで検索。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。指先ビリジアン、滲む間にキュー。エリオットでビリジアン。指先ビリジアン、ちょうどいいところで再生される。指先ビリジアン、どんなご病気なんでしょうか。ご病気っていうな。お大事になさってください。指先ビリジアン、何かあったよこれ。心配になるよ。心配になるよ。そうだね、恋愛の、はい、ビバリ名シールお願いします、当選者です、荒川区の町屋のはーちゃんさん、小田原市のかまぼこ板さん、大田区の看板のピンさん、以上3名の方です。おめでとうございます。来週の音楽道場破りのテーマは花火の思い出リクエスト。謎かけのお題はモンゴルです。受付メールアドレス、ヒルズアットマーク 1242.com。 はがきでという方は郵便番号 100-8439、 日本放送ラジオビバリヒルズまでお寄せください。明日は高田先生、松村さん、磯山さんの金曜日バリーです。そしてこの後1時からはナイツザラジオショー。今日は イントロマエストロの藤田太郎さん、そしてモグライダーの柴くんがゲストで、イントロ大会で盛り上がります。面白そう、はい、うん、レインボーシープさんからメールいただきました、はい、僕ね、休暇でフランスに渡って羽を休めたことがあるんですよ。これが本当のトリコロールってね。ビリジアーンってどうでしょうか。トレミアーンみたいな。本当だ。ビリジアーン。トリ、トリキャラも入れたらもうわけわかんない。色漫談なのそれ。色漫談にもうトリコロールねっていう意味がわかんない。一色体にしたらわけない。お前が言うな。一番バサ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 。もうわけわかんない。典型とどめてない。情報が多い。奥さん怖い。おいおい、自己紹介だらけじゃん。いいよ、自己紹介だらけ。自己紹介だらけ。はしょれはしょれ。ラジオネーム、どんぶりボロボロさん、ネズミ対策に猫を飼っている話ですが、そうそう、イギリスの首相官邸には首相官邸ネズミ捕獲長という肩書きを与えられたラリーという猫がいるらしい。そうなんだ。イギリスの官邸でもやってるので効果あるんじゃないでしょうか。ネズミが多いんだ。そうだね、やっぱり、ね、ジョリス・ボンソンですね。本当にいけます、ラジオネーム、パチョレックさん、海外では大きな声を出す人はウケないと言ってましたが、とにかく明るい安村さんは大声でドントウォーリーって言ってめちゃくちゃウケてましたよね、やはりデスヨさんのネタと声質に問題があるんじゃないでしょうか。やっぱりそうなの。だって俺もおかしいと思ったもんね。アームソーリーの方が外国っぽいじゃないですか。固くなにアームソーリーだってパーンツとか言ってましたよね、明るい安村さん。パーンツはその観客の方がいいですね。パーンツ、そうだそうだ、女の人ね。何回見てほしいね。I'm wearing って言ったらみんなでパーンツってすごい、どんなノリだよ。国民が明るい。やっぱ明るいと思うんだけどな。そうですね、うん、あと小さい声がウケるなら中森明菜さんはかなりウケる可能性がありますね。パチョリアクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。言ったんですね今。衰えたり。私の専任の通訳でしょ。専任の通訳じゃないですよ。就任した覚えないですから。取り上げるぞ。いや取り上げ、来日しなくなってくるからこの人。来日してくれてるから。どこにいる専役、専属の通訳いるから。通訳いるから来てくれる。お前は首だよ。室井さんから首を言い渡された。
ついに解放されました、ね、解放って言ってるなくなっちゃですよ本当にね、というわけでこの後も日本放送でお楽しみください、はい、ビバリーはまた明日です。ここまでのお相手は清水美智子とナイツ土屋信之と花輪信之でした。ごきんようさようなら。